ワークマン対ニューバランスのハイエンドモデルを比較してみたという動画になってます。確かに履き心地いい。はっきり言ってもう99点と98点の違いぐらいな感じなんですよ。どっちが点数低いのって言われると。はい、本日ですね、ワークマン対ニューバランスのハイエンドモデルを比較してみたという動画になってます。ということで、こちらですね、ワークマンの今年出たモデルの新作のスニーカーなんです。わかってます。僕の視聴者さんに関しては、は？ワークマンのスニーカー？それがどうしたん？っていう感じなんやけども、これを比較するために、どっちかというとこれメインです。これメインで、こっちのニューバランスの991っていうやつも買ってみました。だからこれは後付けでございます。なので一回もまだ履いたことないんですけど、僕ネタ会議してるんですけど、ネタ会議のスタッフの人からこれレビューいいと思いますよって言われて、ほんま？ワークマンのちょっと僕スニーカーに関してあんまええ思いしねんけど、ほんま？って言って買いに行こうと思って履いたんですよ。騙されたと思って。ほんまやで、これ確かスニーカーの履き心地めっちゃいいなと思って。果たしてじゃあこの似てるモデルって言ったらニューバランスじゃないですか。ニューバランスとどれぐらいの違いがあるんかっていうところを見ていただきたいなと思うんです。ただ僕これに関しては基本ファッションとか洋服に関しては工場とか行ったり工場長さんとお話ししたりしてある程度の知見はあるんですけど、スニーカーに関しては工場行ったことないので、どっちかって言ったら今見ていただいてる視聴者さんと同じ目線で、あ、これすごい履き心地いいねみたいな、めっちゃ素人臭いかもしれないけども、そういうレビューで今日は行きたいなと思ってますので、資材とかレザーのこととかやったら分かるんですけど、それ以外の構造とかそういうのはあんまり分かってないので、まあそういうところは正直に分からないですけど履き心地いいですよね、分からないですけどなんかいいですよねみたいなことをね、行きたいなと思います。よろしくお願いします。ではまずね、下足元見てもらいたいなと思うんですけども、ワークマンのスニーカーをね履いてみたいなと思います。僕ニューバランスのスニーカー履いてないので、どれぐらい違うかっていうのは分からないんですけど、いかがでしょうか。でもね、履くじゃないですか。確かに履き心地いい。これ一応値段がね、後でも言おうと思ってたけど2900円なんですよ。2900円のスニーカーって正直僕らのイメージで言うと、小学校の時の登下校とか行く時にちょっといいランクの子らはナイキのスニーカーとかアディダスのスニーカー小学校低学年から履かせてもらうんだけど、僕らとか一般ピーボーやから、どっちかってこういう2000円とか3000円のスニーカー履いて、またそれ履いときって言って履かされてたぐらいのイメージだったんやけども、 2,3,000 円にしては履き心地いいやんっていう感じだったんです。でそれだけで終わったらレビューにならへんじゃないですか。じゃあ次、あのスティーブ・ジョブズも愛したと言われるニューバランスの991、こちらをね開封していきたいなと思います。ズドーンとこんな感じで出てきました。ご丁寧に白の紐まで入れてくれてて、こんな感じ、見た目的にはめっちゃ似てますよね。ちょっと両足出してみて、メイドイン UK って書いてるから、これイギリスで作られてるやつなんでしょうね。ちょっと見た目の違い見てみましょうか。こっちがワークマンです。でこっちがニューバランスな、まあ、見たら分かりますね。 N って書いてるから分かりますね。こんな感じ。まあ見た感じパッとこれぐらい離れたら、あれどっちがどっちかなって分からないんじゃないですか。グレーのスウェード調で、でメッシュがあって、同じくメッシュがある。まあメッシュの細かさとかよく見てもらうと、やっぱりワークマンの方の細かさっていうのはちょっとチャッチー生地感かな。でニューバランスの方はやっぱりちょっとメッシュが構造的になってるんですかね、何層感にもなってるっていうのがこう見て取れるんかなというふうに思いますね。でレザーに関しても天然の革と合皮が混じられてるんですね。ただワークマンの方はもう合皮なので、風合いとかが同じなんですよ。もう作られた合皮なんで、まあ、同じような感じで、まあ、ニューバランスの方は例えばこの辺とかはレザーかな、逆に上の方はこう綺麗すぎるから、まあ、ちょっと合皮なんかなって、本革と合皮の違いがちょっと出てるんかなっていうような感じはありますね。まあ、これぐらい寄ってくるとちょっと安さがちょっと目立ってくるかなと思うんですけど、あんま引いてたら分かりませんけどね。じゃあちょっとね、左足はワークマンを履いてる状態にしといて、右足で初めて僕人生初ニューバランスの991履いてます。これジョブズなんて言ったん？あジョブさんよろしくお願いします。行きたいなと思います。あ、うわすごっ。へえ。なるほど。あ、違うな、やっぱり。うわ、すごいな。これ何がすごいか言わなあかんですね。包まれてる感じが、やっぱニューバランスの方がめちゃくちゃ細かく包まれてるんですよ。具体的に言うと、もちろん足首とか、このかかとら辺で、足の土踏まずのところ、そこがしっかり全部フィットされてるんですね。で、対して、ワークマンの方っていうのは、上から下にかかるクッションに関しては全然問題ないんですけど、包まれてる感っていうのはないんですよ。ボックスがあって、そこに足を入れてる感じ。だから上下に対しての反発感とかは、高反発でめちゃくちゃいいんですけど、横とかがふわっと包まれてないから空間に足が入ってるような感じで、これだけ履いてる時は正直めっちゃいいやんと思ったんですよ。2900円で全然いいやんと思ったけど、さすがジョブズパイセンやるな。やっぱちゃいますねニューバランスね991。これって多分長時間履いてくると結構差出てくると思うんですよ。今正直こんなん5分10分履いてるぐらいだとなんてことないんですけど、両方ともねサイズは28でやったんですよ。ただニューバランスの方がやっぱりこう包まれてる感があるから小さく感じるというか、その甲が当たってるっていうか、甲も包まれてるんですね。なので全体的な作りに
余分がないっていうんですかね、そういうような感じになってます。ただこのワークマンの方っていうのはもっといろんな人に合わせるっていうところで、甲が高い人とか横幅が広い人に向けてボコッと作ってるような感じかなと思います。僕もともと甲低いし横幅も狭いんですよ。だからちょっとブカブカするような感じですかね。ただこれニューバランスが履き心地良すぎるだけで、他と比較したらワークマンの方も全然割れないと思うんですね。ちょっと持ってきますね。まずはねバンズと比較してみたいなと思います。バンズとさすがに比較したら、そらさすがにどう、やっぱりワークマンの方がいいですね。でバンズも今プレミアモデルみたいなのが出てるんで、それに関してはちょっと分からないんですけど、普通のバンズぐらいやったらワークマンのやつの方が上下運動もいいし、無駄な柔らかさがないっていうか、たまに柔らかすぎるやつってグラングラングネングネここがするんですけど、そういうのがないんですね。しっかりホールドされてるから、こういう横に対してのグネっていう、ランニングシューズがよくあるじゃないですか、足グネりそうなグネってここ下がこのグネグネになってるの、そういうのはないですね。なのでバンズと比較するとワークマンの勝ち。次メレル、これは18,000か9,000、まあ約2万円ぐらいでゴアテックスモデルのモデルなんですけど、正直このあたりがいい分トントンちゃうかなと思うんですね。あ、めちゃくちゃいい勝負。これ確かメレルって後ろビブラムソールやね。このねビブラムソールっていう、要は登山とかアウトドアとかでもやっても滑らないように設計されている、そこのソールのブランドなんです。イタリアのブランドなんですけど、そのブランドとメレルが開発してるクッションなんかな、それで考えてもはっきり言って同等ですね。これ2万円のスニーカーと2900円のスニーカー履き比べて目つぶってたら、多分どっちがどっちかわからないですね。ほぼほぼ同じで、次は皆さん大好き、これは逆にこう軽いっていうのが特徴的なスニーカーなんですけど、まあ、履き心地も抜群にいいから、さすがにこれと比べるとまあ圧倒的にちゃいますね。もう100ゼロでオン、めちゃくちゃ履き心地いいっていうのがより顕著になる。で逆にワークマンがいかに履き心地悪いかって思えちゃうぐらい履き心地いいので、履き心地に関しては2900円にしてはいい。だけど普通のいろんなメーカーがある中で上のランクに入ってくるかって言ったら、そこまでは入ってこないっていうぐらいなんで、普通のいろんなブランドのスニーカーをお持ちの方とかやったら普通ぐらい、そこまで期待するとあれやけど、2900円と思って履くとすごい。だけど値段知らされずにこれスニーカー履き心地どうって言われたら普通かなっていうような感じですね。でちょっとここで話逸れるけども、オンとジョブズパイセンの方をちょっとやりたいなと思って。でもジョブズパイセン履くんやったらちょっとジョブズスタイルにならなあかんね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとできる限りあのメガネとか iPad とかデニムとか用意したんで、ちょっとジョブズパイセンになりたいなと思います。はい、ジョブズパイセンにちょっと見習ってこんな感じでちょっと変装させていただきました。ちょっとタートルネックがなかったんで本当申し訳ないんですけども、ジョブズパイセンが iPad の新作の発表会とか iPhone の発表会する時の格好でジョブズ氏のスニーカーを履かせていただくって、まあこれはちゃんとした儀式になっておりますのでやりたいなと思います。ではまずジョブズ氏の方に足を入れさせていただきまして、あ、乗り移ってきますね。やっぱりこれでね、これ履いてこうやることによって iPhone の開発ができるんだと、僕は Apple の CEO なんだっていう気持ちになりますので、形から入るって非常に大事なんでね。それにしてもやっぱ履き心地いいな。でじゃあ次右足履いていきたいなと思います。今大注目のオンと、もともとクラシックで人気あったニューバランス、どんだけ履き心地が違うんかっていう、ちょっともうワークマン関係なくなってるけど、ちょっとこれはあくまで打足ということで履かせていただきますけども、いかがでしょうか。うわ、めっちゃ迷うな、めちゃくちゃ迷うな。これどっちがいいやろ。はっきり言ってもう99点と98点の違いぐらいな感じなんですよ。どっちが点数低いのって言われると、ランニングする人はオンの方が高いと思います。っていうのもオンの方がやっぱ軽いんですよ。で普段プライベートで履くとかってなってきたり、街中で履くってなってくると、ニューバランスの方が着地した時の安心感、ホールド感があるから、こういう空プレゼンできるわなっていう感じ。ただオンの方でこんなプレゼンするとちょっと柔らかすぎるというか、安心感がない、軽くて柔らかいのが逆に不安定感になってるような若干気がするので、99点と98点の違い、これに関してはもうあまりない。マッチはニューバランスでいいし、ランニングはオンでいいけど、軽いのが好きっていう人はもう街中でもオンで OK やし、走ってても安心感が欲しいっていう人はニューバランスになるので、そういうところで違いになってくるかなと思いますけど、はっきり言ってこれはもう頂上決戦ですね。どっちもめちゃくちゃ履き心地はいいので、これ1日履いてて疲れるってことあるんっていうぐらいめちゃくちゃ履き心地はいいです。でちょっと話それだから戻しますけども、パッと見た感じ分かります？どっちの足にどっち履いてるかっていうのが、こっちの足がワークマンなんですね。で逆にこっちの足がニューバランスなんですけど、見た感じの違いって多分ほぼほぼないんですよね。履き心地がさっき言ったニューバランスが98点99点やったとしたら、ワークマンの方に関しては60点ぐらいっていう感じなんで、履き心地にはだいぶ差があるかなと思います。ただそれでワークマンをディスるわけじゃなくて、ワークマンはねこれ2900円でなんで60点ぐらいの履き心地ができるんかっていうと、自社でねこういったソールの開発、クッションの開発であったり、高反発の開発であったり、ここに埋め込まれてるプラスチックのやつとかで軸がこう動かないようになってたりっていう安心感が出たりするみたいで、それやった上で2900円なんですよ。だからちょっとおかしいでしょ。
多分ね、この今動画見てもらってる最中でもどっか港の倉庫とかで拳銃つけられてるやついてると思います。おいお前2900円でほんまに出すんやろな、出しますとか言ってる人がおそらくおらな、おかしい。普通こんだけ技術革新して、例えばいくら合皮やと言ったり、紐がコットンじゃなくて明らかポリエステルなんですよ。でポリエステルって多分お洋服を好きな方とかって多分紐がポリエステルって邪道なんですよね、ないなーってなるんやけども、ポリエステルだからやっぱチープな感じで若干するし、別にコットンにしたからすごい高くなるわけじゃないんですけど、ちょっと値段が上がるぐらいで、ただこの見栄えが明らかにポリエステルっていう感じなんと、ニューバランスの方もこれはコットンなんかなポリなんかな分からんけど、でもどっちか分からんぐらいな感じなんですよ。やっぱ使われてる部品っていうのがかなり安いなっていうのが見ては取れます。ただ2900円でここ文句言い出したらやばいじゃないですか。やけどめっちゃこれ街中で履けますよっていうスニーカーかって言われたらそんな感じなんで、平均点ぐらいを出したい、平均点よりちょい上を出したいっていう方なんかやったら全然いいと思うんですけど、ちゃんと自分が安心したり自分が納得して履きたいっていう方であれば、やっぱりニューバランスとか価格まで手を伸ばした方が結果長く履けるんで、今の1ヶ月だけ考えたら全然ワークマンでも履くと思うんですけど、来月これ履きたいですか、1年後履きたいですか、10年後履きたいですかってなった時に、やっぱりジョブズスタイルしたいなって思う人もいてるかもしれないっていうところがね、違いになってくるかなと思います。でなんかレビューとか見ててあったのが、ワークマンのこのね緑が嫌やっていう人がいてて、なんで緑が嫌なんやろなと思って、ちょっとね履き替えてみたいなと思うんですけど、ジョブズスタイルも終わりにして、例えばこんな感じで履いてるじゃないですか。でまあこれあのワークマンのスニーカーなんですけど、こうやって履いてて、そのスニーカーのね緑を拾ってあげて、上でね緑合わせたらねすごい合うんちゃうかなと思うんです。これってどうですか、見えてます？でこれでまあ緑が見えてるかちょっとわからへんけど、まあ色味も全然あったりすると思うんで、これはこれで、ね、いいんちゃいますかね。ちょっとフラッとカフェ行くぐらいな感じとかでも全然これやったら合うんかなと思いますので、緑のクッションとかも全然いいと思いますし、あと全部ね合皮で作ってて、まあ逆に言うとそれがチープな感じはあるんですけど、合皮作ってくれてるおかげっていうのはあるので、雨の日でも履けるんですよね。雨の日に全然濡れても問題なかったりするんですけど、例えばこうやって991みたいに本革を使ってるタイプになってくると、雨の日に履くためにもちろん防水スプレー皆さん振ると思うんですけど、防水スプレー振ってもレザーって雨染み込むと重なるんですよ。で重なって固なるんですよ。でそういう本来のスニーカーの多分設計されてると思うんですね、曲げやすさとか、そういうのを損なわれるって考えた時に、雨の時にはちょっとニューバランスを履かんとこかなって思う方が多いと思うんですけど、こっちやったら別に雨の日と関係なく全然濡れたって汚れたって関係ないから、ガシガシ履けるようになってるんじゃないかなとは思います。ただ今回のこの動画で気づいたことは、ニューバランスのスニーカーがすごいと、実際ほんまに履いてあすごいなと思いました。2900円でこれえどうやってんのって思う反面、ニューバランス買ってみたらニューバランスでこんなすごいのっていうのを一番感じたっていうのが正直な感想になってます。ただこれを10足要は 12.1% あるんですよ、ニューバランスとワークマンのこの今回の差って。って考えたら12足例えば必要ってなった場合は全然こっちでいいと思うんですけど、自分はお気に入りの1足を長く履いていって長く愛用していきたいっていうタイプの人にはもう間違いない、なくニューバランスとかやった方が、まあ言ったって本物じゃないですか、本家本物、まあ、こっちって言ったらどうニューバランスですかみたいな感じになっちゃってるから、もうそういうのあんま気にせえへんという人であればね全然問題ないと思うんで、くれぐれもね期待はしすぎないようにしていただいた方がいいと思います。期待すればするほど落胆が激しいです。なのでへえそんなあんねや、あたまたまうちの近くワークもあるわ、今度行ってみようか、行って上着買うついでに、あそういやタクゾー靴なんか言ってたなぐらいで履くといいやんってなるんやけど、タクゾーいいって言ってた、ほなちょ車乗っていくとバタンビューンスニーカーこれかあれなんかまあそう普通まあ2900円にしたらいいけどっていうところが正直な感想になってます。でこれ見てないでね、ワークマンの幹部の方おそらくですがお怒りになってると思います。おいタクゾーと、お前これワークマンのスニーカー紹介する動画やと思ったら、お前結局これニューバランスがいい話になってるやないかと、ご安心ください、そういうことではございません。ワークマン様非常に素晴らしいブランドで、非常にこれで2900円、さっきも言ったけど港の倉庫で誰か拳銃頭に突きつけられてませんか、脅されてませんかっていう価格設定やと僕は正直思っておりますというところなんですけど、やっぱ僕の視聴者さんにはじゃあワークマンいいんですかって言われた時に、ちょっと待ってください、期待はしないでください、これがもう僕の本心なんです。だからワークマンさんの幹部の方でね圧力かけて、タクゾー YouTube から追いやるか、あいつちょっと Google の方に言ってあいつ締め付けるかっていう、そんな会議だけはねぜひやめていただいて、これからも長いねお付き合いをさせていただけたらなと思いますので、ワークマン幹部の方々これからもぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、とにかく素晴らしいスニーカー、こちら991のニューバランスということになっていました。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。